こんにちは、歌一郎です。今日も、アンリアルライフの続きをやっていきたいと思います。前回は、幻想図書館というところにたどり着いて、なんとか苦心して、地下の書庫に、入ることができました。でそこで、どうやら、主人公の春と195が被害に遭ったらしい交通事故の記事が、書いてあったり、あとはその幻想図書館とか、姉妹館の、幻想美術館というところで、どうやら先生が、春の名前を使って、偽装しながら本を盗んだり、あとは鍵を盗んだりっていうのをしたらしいということが分かりました。で、あとは、春が、その過程で、今まで読めなかった字を読むという能力を回復したりっていうことがありました。で、あとはちょっと疲れて、ホテルの部屋に戻った、ところでもともと持ってた青い本がどこかに行ってしまったということがあって、おそらく今日はそのあたりを探していくということになるかと思います。はい、では続きをいきたいと思います。よろしくお願いします。これだな。はい、この辺はもう昨日読んだやつかな。出口を分かりにくくデザインしていると、で、触る、そうそう、前の日の夜に青い方を持ってたらしいということですね。なのでとりあえず下に行きましょうかね。昨日の私、これはいつも時々違うこと言うんだ。指摘しておきます。昨日の私、エレベーターに乗るところを見た。なるほど、こっちはいつもあんまりなんかあるわけじゃないんだよな。あ、字が書いてある。カレットって書いてあるんだ。あ、そういえばこっちにもなんか文字があったっけ。電車のところないか。こっちには何もないか。ここには何もなかった。これ外ってどうなってんだ。調べる。こっちに来る意味ってあんまないのかな。何かして遊びたい。拡張し、しりとり。JPEG。触る。
現在地195番道路、世界初の無線式 AI 信号機 T195 を試験導入中。ワイヤレス AI 信号機って195だけだった。ていうかずっとついてきてくれるのはなんでだろう。どうやってやってんだろうね。電気があれば来れるとか。Wi-Fi が飛んでたら来れるとかかな。何の木？お花とか。ポンコツ。とは言ってないね。カラスに止まられるのが怖かった。やっぱ最初とはちょっと違う部分がありますね。本当は行き止まりじゃないんでしょうね。とりあえず今はここまでしか調べられないのかな。上のところ。最初の時に一応見てるけど、調べる。ここも同じ記憶かな。あれ？ああ。今の人影は先生なのかな。どうでしたっけね。この辺は同じコメントが入っちゃうんだ。あとは困った時のマリーさん。あれ、こっちってなんだっけ。ああ。ここか。この辺は、これなんだっけ。すぐお部屋に戻った。青い本のことはわからないのか。あ、そこはね、本を読もうとしてたんだ。なんだ、あったじゃん。よかったよかった。
ある日突然のこと、少女は不思議な世界に抜け出してしまいました。少女はアパートでカラスに出会いました。その宿では不思議な形の顔をしている支配人やマリモのシェフ、職人のネズミに出会いました。こうしてペンギンと少女はお魚さんを救うことができました。そのままのことが書いてあるんだ。こうして少女は路地裏で出会ったワンコと協力し、大きな植物を育てました。こうして少女はウサギさんたちが警備する幻想図書館で幻の駅について知りました。幻の駅では本当の願いは叶うと言います。こうして少女は幻想美術館の倉庫にある秘密の場所へとたどり着いたのです。そして少女はいよいよ幻の駅へとたどり着きました。幻の駅の向こう側には、この先には何も書いてないんだ。本当だね。そのままだね。ちょっと違うって感じだ。でもこの青い本、春さんが目覚めた時から、そうだね。予言の書か。そうだね。これから美術館の倉庫と幻の駅。ほぼ同時期、当館の姉妹館である幻想美術館の倉庫にも何者かが侵入。そっか。ベルに聞くのか。今マリーさんが喋ったのか。使ったっけ今。この、その本は見たことがないんだ。ないんかい。あれ？テレビ消す。路地裏行きまして、で上にいるのかな。
上に行こう。ん？あれ、いないか。あ、いた。とは見つかったのだ。幻想美術館を探してる。やっぱりそうか。幻想図書館のすぐ脇の道から行く。ただその道は妙な若者連中がいて通行人を追いかしている。ありがとう。いいのかな、これだけで。この先か。ちょっとなんか駅のあたりとかに、看板とかがあったような気がするんですよね。そういうのを読んでみたいなと思っています。駅で魚たちを助けたからか。そういう意味ね。あ、間違えた。ここじゃなくて。幻想美術館。なるほど。では、ここを通りたかったら、そこのキャンバスに自由に絵を描いていきな。筆は俺が持ってるからチャレンジしたくなったら言ってくれ。話骸骨さん。俺が出すお題の絵を描く。ソウルを感じた。わあ、素敵な絵を描くんだね。なんだ、美術部かな。絵を描くことしか取り柄がない。リンゴ。取り出して
としたガール、まずイメージすることが大事。よくイメージするんだ。実物か。OK。あの怒ってるやつね。かな。怒ってるやつ見えるのかな。ここのリンゴはもう取られちゃってるか。ホイル。これなら書けそうか。調べる。よし。ずっとイメージがついて待ってます。どや。お、ソウルを感じた。やるな。ん？あれ？またうわーってなのか。大丈夫か。うわー来た。なんであんたはのんきに絵を描いてるのか。あるのせいよ。うわ、絵を見ればわかる。この絵はただのうまい絵じゃない。全部自分の絵に落とし込んでいる。全部じゃねえ。骨になるまでお説教。なんでそこまで。ハルさんが描く絵が好きなんだ。確かに。消すのか。俺のソウルに刻まれた。よし。さ。トクロさんか。あれ今。って言っちゃった。白いキャンバス店。誰かがキャンバス店を買収。表現の規制を主張している。なるほど。絵を描くソード持っている。一度に特徴を覚えとけるのは一つまで。なるほど。赤になっちゃうか。大丈夫か。その目、戦士の目。戦士ボルタ。
それよくやってた。そうなんだ。全部忘れちゃったのか。刺激的なマーク。走る人のマーク。なんだそれ。あれか、非常口のマークか。あれ、この使いいるのかな。駅の方か。あれ違うな。美術館の中？なんかこん、あれも違うな。なんか違う気がするぞ。違う。こんなところにはないな。この格好で物語を進めるってありなのかな。でもきっとそれはないんだろうな。またここに来る用事ってあるんだろうか。入る。こっちにはないな。あれ？あ、なんかまた余計なことしてんな。これは今やる必要がないな。非常口のマークだと思うんだけどな。どっかにあったんだよな。ホテルかな。ホテルかもしれんな。あ、山梨。あ、これさっきと同じ会話か。
あ、これじゃないの？違う？あれ？なんか、あれ？足？あ、これだよね。来た。ん？覚えた？これなんか頭のところで何も出ないけど、いいのかな。なんかあのゲームにそんなに興味がないんだよな。走る人のマーク、そういうマークなのか。弾の方向、弾を闇雲に撃ってないか。撃ってた。実は機体の向きによって発射する向きが若干変わる。相手の方向を向いて撃つようにすると当たりやすい。相手に追いつからないように。なるほど、 OK。 OK、 じゃあ行こう。ここが面相美術館。頭に非常口のマークが。あ、ここにもあった。先にこっち来てもよかったのか。倉庫は関係者以外立ち入り禁止。お、なんで心を読まれ、うっかり倉庫に迷い込まない。うわ、なんだ、クフフ。どうしよう、いろいろ。まずこっちにしよっか。で、こっちはいけなくて、白いキャンバス店へようこそ。表現の自由を奪うことが目的。え、なんじゃこれ。
これは何だ、これは何かのヒントなのかな。これは地図、星マークが今いるとこ、あれさっきのやつ回すのかな、星と、関係ありそうだけどな。え、こっちは進めない。展示受付、展示回廊。できちゃった。展示回路で入って、では、誰かが上の通路を通っています。え、あ、なんだ、あ、輪行、2000倍ぐらいのサイズ、なんだ、勝手に書いている。あれ、またここにいる。あれ、なんか違うとこにいる。ここ右行ったらまた同じとこ出ちゃうのかな。あ、違う、これなんだろう。あれ、おい坊主、いつまで待たせ、坊主、倉庫、
坊主が来たら入れてあげる。見て待っててくれと。なるほど。これは何？これ。おじさんたちは下の通路を通っている。なんかいいね。むずい。館さんと坊主さん、上の通路を通って、でよくわかんないな、どうしようか。出る。先に親方さんの倉庫に向かいました。入って。自分が書いちゃったやつだっけ。で、受付に行っちゃってる。やっぱりこっちから上がるしかないんだ。でこっちに行って、あ、いたいた。この部屋は確かどっちかに絵が描いてあった。全然話を聞いてない。上なんだろうな。で、違うか。あれ？どっちなんだっけ。僕全然分かってないな。あれ、こっちにも買っちゃった。こっちにも買っちゃったよ。最初に、あ、
目で道を示すんだと思うんだけど、僕が全然覚えていないという。ちょっと一回全部消そうと思って、さっきの場所で上なのかな。下の通路を通って、よくわかんないね。あ、そっか、この絵を描かなきゃいけないってことね。この絵をあっちに描かなきゃいけないんじゃないかと思うんだけど、違うのかな。自然に思い出すようにか。あ、そっかそっか、最初の方にあったあの絵を描くんだな。そっかそっか。でも、書いてなかったんだね。OKOK。わかったわかった。ここは何も書いちゃいけなくて。最初にここでいいのかな。最初にこっちだっけ。下上上っていう生き方なんだろうな。
待って、でも電車ダメなのかな。ここにはかけないか。受付じゃないんだ。行きたかったのは受付じゃないんだけど、これなら書けそう。あれ？これ書く？これはもう外なんだよね、きっと。では外だから。丸が横に並んでるみたいなやつはどこなんだろう。これはここに貼ってあった。
上には非常口のマーク。ああ、そっか。非常口のマーク、ここに書かなきゃいけないのかな。これ逆なんだけど、あ、そうそうそう。これ、右。あ、そっかそっか。待って、じゃあこれは一回覚えて、入って、マークを書いておいてあげると、で、では下の通路だから一番最初はこれを書かなきゃいけないんだね。ごめん、どこで見たんだっけ。待って、OKOK。だからこれは上だね。OK。どこにあるんだろう。全然見た覚えがない。これこっちじゃなくこっち入って、これ覚えて、ここってなんだっけ。これ一緒か。これ今覚えない、覚えない。最初は下行って、これは違うんだ、これは違って、次の2つ目のところで、書いて、それはいいんだけど、どこにあるのあれ。あ、違う違う違う。タンス。あの絵ってどこにあった？これもここに貼り直さなきゃいけないのかな。貼り直すというか、あ、でも違うの。
全然わからない。横に丸が並んでる絵ってどこにあるんだろうね。あれあれ、あ、またここ来ちゃった。ここはなんだっけ。もう一回受付行ってみる。話の続きを誰が歌ってるか。あれ、なんか別の場所にあるのかな。自分の部屋、自分の部屋にあったりする。どこにあったんだろうかな。全然覚えてないな。こんなとこにはない。お絵かきブラシ、お絵かきブラシ使わない。ここではないと。落書きしてうさばらしい。違うな、どこだろう。この辺にどっかにあったりするんだろうか。違うな。どこやろう。
多分違う気がするな。地下にもう一回行ってみるか。さんの隣のあたりかな、右に行ったところかな。強いんだよね。結構骨折しそうな高さなんだけど。
音声ぞ坊主。あ、いた。チョコパフェ。よし。この先行けるんですけど、今日はこれで終わります。なので、一回自分の部屋に戻りますね。あれこれであれかな、あ、そうそう、倉庫まで行けるからこれで OK ですね。でもあれかな、オートでもセーブされてるような気がするけど、どっかで。OKOK。じゃあ、ちょっとまた今日ももたつきましたけど、これで終わろうと思います。よいしょ。じゃあまた次回よろしくお願いします。失礼します。